はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。今回ですね、 KSC-PDW ユニオンのエールブキやっていきたいと思います。当てました。ユニオンシリーズね、全然持ってなかったんですよ。ユニオンで持ってんのってなんだ、タクティカルユニオンだけかな、もしかしたらこれだけかもしれないです。あんま記憶いなくて、チェイタクユニオンとかもなくてね、ベノムから回し始めたんで。で、なのでユニオンシリーズこれ手に入れて嬉しい。で、これさ、この間配信で言ってたんだけど、これ出てくる効果あったら強そうじゃないみたいな話したんだけど、これやありましたね。やっぱり KCW、PDW の、効果をそのまま受け継がれていました。これなので非常にね、優秀ですね。で、一応カックって集団性が悪いんですよ。で、見て分かる通り 72.6 しかないんで、これね、SMG と比べても分かる通り。なので多分相当集団悪いです。だから、もしかしたらこの武器は初段精度上げるのもありの武器かもしれません。とりあえずこれでやっていきたいと思います。何このスコープ。これ右クリいいんじゃない？あ、分かんないけど。まあ、運用ができればやっていきましょう。何このスコープって感じ。草生える。どこどこどこ、あ、行けばいい。え、すごい入れ違ったんだけど、これ右クリありなのかな、どうなのかな、まあ分からんけど、あー全然入ってねー。足ダメだろうね、おそらく。そんな気がする、今のは。あー進むぞー、行くぞー。あ、こんにちは。右クリしてみた。生えた。あっ、気が向いたら右クリすればいいんじゃねっていうそんな感じな気がする。気が向いたらやりましょう。逃げた先の方向にちょうどグレが来るというね、どうしようもないじゃないですか、あんなの。あ、したい。なんかでもちょっと効果があった気がする。今ちょっと俺がダメだっただけであって、今のは武器は頑張ったの方。避けてるつもりなんですけれども遅いですね。もっと速さ、あ、味方が行く。痛いよー。ダメはいいで、ダメは正直びっくりですよ、私は。当たんないだろ当たんねえけど、どう考えたって。あ、無理かちょっと無理でしたね。慣れないことはするもんじゃない。いやー、無理か。やっぱりね、こいつの制御が普通にむずい。こいつの制御をどうにかうまいことやりたいけど、制御しにくすぎる。ああ、ちょびっとしか当たってねえや。あ、終わってしまった。あ、素晴らしいダメージ。はい、やっていきましょう。正直難しい扱いが簡単ではないなと非常に思います。すー、はい、ええ、すー、ここいるね。あ、ごめん、なんかやっちゃった、なんか遊んでたかもしれん、ごめん。
なんか遊んでたっぽいわ今多分。やってしまった。申し訳ないことをしたような気がする今。罪悪感感じるからああいうの。55の街だったら絶対感じないんだけど、こういう88だとねすごい罪悪感感じる。まあてか防弾貫通力はそういえば28ってのがまあまあ普通だったね。本当は35ぐらい欲しいね。あ、本当は35ぐらい欲しいなって。 SMG45 超えるならね。まあ他の SMG も35あったりするから。 SIG MPX もそうだし。こういう頭1個の打ち合いが本来は強いはずなんですけれども、まあ、残念なことに、こういう、両者その。ブリー落ちないよね。やっぱり威力低いような感じもするけど、まあ、でも頑張ってる方だと思うかな。41の48で、あれでしょ ?328 でしょ防弾貫通。だから頑張ってるとは思うけど、SMG なら落としてた。今まで。っていう話ですよ。さあ、味方がいいところにいますね。いい、これで勝てんか。頑張ってるはずなんだけども、あれかな、頭入れてるから確実に開くんだけど、開くプラス反動なんだけども、マーシャルの性能の高さで補正されてんのかな。ちょっともったいない負け方ですね今のは。でまあこれ余談なんですけど、オプション効果がある武器が横ブレがひどいような武器、例えばこの PDW のような横ブレひどい武器ってのはかなり相性悪くて、縦ブレだったら SMG45 みたいな縦ブレならまあブレても足に当たったりとかするわけで、なんとかねこうオプション効果のオプション効果の恩恵は得られるわけですよ。当たればいいんだから、とりあえずダメージが低くても。まあでも横ブレしちゃうと結局敵から弾が外れてしまって、まあ、結局当たらないになっちゃうんだよね。だからオプション効果の恩恵がなくなってしまうという。おお、たまたま一緒のユニオン使ってるね。敵を全滅させた。であったら、まあ、縦ブレの SMG45 とか普通に使った方が、まあ、オプション効果当たるか当たらないかわからない、オプション効果使えば確実に当たる縦ブレ武器の方がいいのかなというような気もしなくもないという。ね。まあ、ただ、これまだ初段制度に振ってないから、わかんないんだけどね。もしかしたらもっとここから使いやすい武器に変わるのかもしれないからね。そこはまだね、どうなるか、わかりませんよ。あれ、あれいないな。オーマイカー、取られてしまったか。ちょっと覗くか。覗いてみよう。どこ敵？あ、違う。看板だわ。ここ入ってるはず。あ、無理。当てられちゃった。敵を全滅させた。さあ、ダメージ。やっぱり、うん、近いところのダメージは優秀だし、頭に入れてるダメージも 45.2。これも、うん、いい方だとは思いますね。だから、問題は集団性だね。そこだね。一番はやっぱ集団が問題。これはもう100歩譲って妥協するよ。
歩譲ってこうなってしまったのは妥協する。危ない。2発はヘッドかな。適当に音でも出しておきましょう。はい、通りますね。できればスナイパーと戦いたいんだけども。ナイス、無視して設置。あー、ちょっとしか当たってない。しょうがないかな。この中にグレネードって入れらんないかな。まあ、やればできる気がするんだよな。無理だね。ちょっとあそこ倒すのはこの武器だときついんだよな。あんまり強くはないからな。ほら、もう結構ブレブレでしょ。さあ、赤点だけ出して手前にいるよってだけ教えて。いやー、死なねえか。あ、後ろという話だったけど味方がやってくれた。やっぱり落としきれねえな。ここでかいな。はい、というわけでユニオンの方も使いましたが、ちょっと足らないな火力が。これならなんかね、4発で落ちるかどうかがかなり曖昧。ギリギリ 100.7 とか 98. 何歩とかそういうの多いんで、まあ攻撃力全振りしたらまあ落ちるだろうなとか、射程を伸ばした、射程伸ばしたけど落ちねえか。さすがにこういう射程だけ伸ばしたら多分いけるかもしれないけど、まあこれだったらこの微妙な感じになるぐらいであれば、まあ初段精度上げたっていいのかなと思います。まあ今度そのうち、ちょっとここの初段精度振ったものもやってみようかな。結構改造チケットもまだ余裕あるので、ちょっとそういうところも試していきたいなと思います。ユニオン、まあ、オプション効果は非常に優秀ですし、性能もいい、悪くはない。でも悪くはないよ、このスティックは悪くはないけど、どうも集団の悪さが目立ってしまうので、そこだけこうなんとかね、カバーできる性能ができ作れるならありかなと思います。というわけで、今回はここまでになります。お疲れ様です。